ュラを破り次のマンモスピラーへ向かうシュン。だが柱の前にたどり着いたシュンが見たものはあえなく地面に倒れるヒョウガとセイヤの姿だった。無防備な状態から一撃で倒されている二人の様子を怪しむシュン。その時突然背後に強大な敵の気配が感じ取られたのだった。シュン、遅くなってすまなかったな。あ、一気兄さん、さっきの気配は兄さんだったのか。やっぱり来てくれたんですね。ふん。ん？チェーンが激しく反応している。この男は兄さんなんかじゃない。正体を表せ、マリーナ。アンドロメダのチェーンに救われたな、坊や。俺は南氷洋を守るリムナデスの母さん。ヒョウガとセイヤをやったのはあなたか。その通り。ヒョウガにはカミュ、セイヤにはマリンと姉の幻影を見せて気を許したところに一撃食らわしてやったのよ。倒れる瞬間のあいつらの顔ったらなかったぜ。まるで何が起こったのかわからないって目をしてな。きっとあの世に行った後も考え込んでいるんだろうぜ。涙を流しながらな。黙れ、許さないぞリュムナデス。Salut tout le monde, c'est Gameboy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur CCL Studio Soul. Aujourd'hui on va affronter Kassa de Lyonnade. Dans le dernier épisode on avait affronté Camus et Saika. Mais en fait j'étais déguisé et dans l'épisode précédent ça affiche en haut à droite. Donc c'est parti pour le combat. Hein. まだわからないのか。力だけじゃ何も変えられないってことを。さあ、お前の心も刈り取ってやるぞ。はいと。ヒョウガにとってカミュは死であるという以上に神聖な存在だったんだ。そのカミュが生きていると思うとヒョウガはどんなに喜んだだろう。そうだな。風呂に振る舞っていたあの男もボロボロに泣いていたぜ。そうだ、幼い頃生き別れになったお姉さんが迎えに来た喜びは計り知れないものだっただよ。ああ、とても幸せそうな顔をしていたぜ。よかったじゃないか。幸せな気分のまま締めて。あなたは人の心の奥底にある大切なものを暗い罪で引きちぎったんだ。絶対に容赦しない。おかねえ顔をしてやるぜ。容赦しない。人で何でいるのか。お前にレビラ戦、敵が何方で先に隠れていようと必ず見つけ出す。逃げ切ることなどできない。優しいシュン君よ。平和だ。俺にとどめがない。何？誰も傷つけたくないの。本当の力を出してしまった。ポンコーホン S AV リラミエアラン S バスコンバーネイティプファシング。オバボールズゲン。Vas-y, bah... C'est parti pour le début du combat, hein.引き死に勝るチェーンの力。だが、所詮は無駄なこと。お前はあの二人以上に情に流されやすい性格だ。敵に対して非常になりきることなどできない。ましてやこの兄である一騎を倒せるか。またしても兄さんの姿に。どうしたというのだシュン。この一騎チェーンを抜けるのか。だ黙れリュムナデス。やっぱりできない。敵だと分かっていても兄さんの姿をした人間にとどめを刺すなんて僕にはできない。シュン、それでこそこの一騎の弟だ。
褒美に苦しまずに殺してやるぞ。これで三人片付いた。二三。上ごとに兄の名を呼ぶか。軟弱なやつめ、お上際よくとどめよ。誰だ。今俺に剣圧を放ったのは。姿を見せろ、卑怯者め。人の心につけ込んで汚い勝利を収める三下が他人を卑怯者呼ばわりするとは少子千万。この恐ろしく強大なコスモは何だ。お前は一体何者だ。お前ごときに名乗るほど安っぽい名は持ち合わせてはいないが、倒された相手の名も知らずにあの世へ行かせるのもまた不憫。耳の穴をかっぽじってよく聞け。俺の名を。お前はフェニックス一騎。地獄の果てよりまたもや舞い戻ってきたわ。Hey Michael, stop quiz et on va combattre l'imposteur avec Iki. C'est parti. このケツが地獄に送り返してやる。はいと、地獄から舞い戻ってきただと。勝利があるならお前にも地獄を譲る。ここまでは大丈夫。地獄への送り賃はとてつもなく高くつくぞ。これなんて攻撃の裏コスモだ。こいつ本当にブロンズセイントなのか。どうしたリブナル。まだ俺のこと知られてたまるか。ここからが本番だ。まだ共に与えた苦痛を何倍にもして返してやるぞ。とあの世に行け。リブナデス最大の刑、ラバンダーショック。どうだ、俺のサラマンダーショックの味は。サラマンダーショックを先に地獄に送り返してやる。お前の変身しようと食べて。倒す剣とはこのようなものを言うのだ。それが人を倒す剣だ。それはどこだ。この人でなしめ。みんな、お前ごときが愛を口にするなど愛が汚れるわ。これではアテナのセイントとして失格。J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche notification. À regarder les vidéos de Game Boy. À bientôt pour une vidéo. C'est avec la cinématique de fin. これで最後だ。我が最愛の弟、シュンの清らかな心を傷つけた罪は一番重い。お前にこの俺のとどめがさせてたまるか。さあよく見ろ俺の姿を。これがお前の心の奥底に大切にしまわれている人間の姿だ。これでもうお前は俺に指一本触れることはできない。そうでしょ兄さん。なるほど、大した手順。人の良い聖夜たちがあっけなくやられたわけだ。一気には通じぬ。いや、さ、最愛の弟にとどめを刺すとは。お前は人でなしか。バカ、目の前に本物のシュンがいるのにそれに化けて何になる。しかしたとえ偽物であれ、最愛の人間に躊躇なく手を下すとは、お前には人間の情愛も涙もないのか。少子、お前が愛や涙を口にするな。愛が汚れるわ。
だが確かにお前が言うようにこの一騎愛も涙も塔に捨てた男なのさ。くそ、うん、これは一騎の胸の最も深い奥底にこの少女の名はエスメラルダ。お前の修行地デスクイン島の唯一の心の安らぎ。あと数秒早く気づいていればこの少女の幻覚でお前を葬ってやったものを。だが一騎よ、最後にお前の甘さを見せてもらったぞ。愛も涙も捨てたと言いながら結局は捨てきれぬ。お前こそ正真。確かにお前がエスメラルダに同化していれば俺がやられていただろう。だが一騎、キキライブラのクロスを俺に貸せ。トップターリュブナですよ。お前は愛と涙が人間の弱点と言った。その愛に人は限りなく強くなることもできるのだ。俺もかつては忘れかけたことだがな。